い、はいどうぞ、はいどんどん、はいまだまだ、はいもう一つ、はいよ。わんこそばなら盛岡おでんせ、そだなら。はい、こんばんは。3月11日金曜日、時刻は19時半を回りました。CUウェブ東北ふるさとプロジェクト岩手ワンコ TV 始まります。 MC は私エリッチが本日お送りしますけれども、今日は多くのゲストというのか MC というのか、まあ仲間たちと一緒にお届けしたいと思います。またですね、あの皆さん見ていただける、見ていただくと分かると思うんですけども、なんと今日はリップちゃんがいませんなので、あの出だしのこのセリフも私今日初めて言いましたここいつもリップちゃんのパートなので、あの緊張しておりますね、なんだかね、はい、なんですけれども、今日は3月11日ということで、東日本大震災からちょうど5年迎えましたので、まあ、こちらでもですね元気に振り返りながら、はい、お話ししていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、改めましてこの岩手ワンコ TV なんですけれども、毎月1回岩手に関する人物ことを伝えて岩手のファンをどんどん増やしていきましょうという趣旨の番組です。岩手の地酒ですとかおつまみも用意しておりますので、皆様ぜひスタジオに遊びに来てください。今日は何をご用意させていただいたかと言いますと、まず何からいきましょう。はい、じゃあゆきっこからいきますね。ゆきっこ、こちらです。ジェデデン、あ、三浦さんありがとうございます。はい、こちらはですね、陸前高田にあります水仙酒造さんという老舗のですね酒蔵さんが作っているところなんですけれども、原酒をあえて濁った状態のままで仕上げたお酒ということです。あー、来ましたね、こちら皆さん飲んでくださいね。はい、こちらですね、なんと皆様アルコール度 20% 以上です。20% を超えておりますので、あ、恐れ入ります。悪酔いしちゃうやつです悪酔いしちゃうやつですけども、じゃあまず1杯目の乾杯にでもいきますかね。遠慮なくいただきましょう。あ、よろしいですね、皆さんもお手元に集まりましたね。はい、じゃあそれでは3月11日東日本大震災から5年ということで記念をいたしまして、乾杯かな、乾杯ですね、はい、では乾杯を、はい、おいしい、おいしい、強いいかがですか、三浦さん。はい、お酒の強い三浦さん。あ、ゆきっこ、やばいお酒だと思いますじゃあそんなノリでちょっと自己紹介していきたいと思います。はい、はい、三浦さんお願いします。はい、私は、名前が三浦美智子と申します。今仕事はですね、ふるさと回帰支援センターっていうところで岩手県への移住されたい方の相談に乗るっていう仕事をしてまして、岩手県のに行きたい方といろいろお話をするっていう仕事をしてまして、であと出身は雫石町です。雫石、はい、雪ですね今は。うん、多分多分今年はちょっと少なかった、うん、すごい少なくて大変だったっぽいんですけど、まあ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 、はい、ですね。三浦さんめっちゃお酒強いんですよ。なんかすごい最近ね、三浦さんめっちゃお酒強いんですよ強くないです。もう顔色変わらずこのまま日本酒ガンガンあ、そうですね、缶ごと開けちゃいましょう、どんどん開けちゃいましょう。ゆきっこはやばいお酒なんで笑顔でやばいと言ってます。はい、褒め言葉です、褒め言葉で、ですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと自己紹介先に行きたいと思います。お願いします、金子くん、飲んでますか、飲んでます、飲んでますか
こんばんは、金子翔馬と申します。社会人1年目で、今大学生と社会人の壁っていうものに必死で抗っております。あらあらあら、どうしたんですか。あの先輩いっぱい、先輩いっぱいいますから。まさかの、出身は、出身というかもう生まれも育ちもずっと東京で、まあ仕事も全然被災地に関係ない仕事をやってまして、まあ、この明らかに仕事帰りな感じで1時間ぐらい前まで本当にデスクに向かっていろいろこうガチャ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 やってたんですけども、本当に24年生きてきたうちの大学 3,4 年の2年間しか被災地には関わってないんですね。どこ行ってたんですか。大船渡、まあ、メイン大船渡で陸前高田行ったり気仙沼行ったりはしてたんですけれども、雪っ子ゾーンですね。雪っ子ゾーンですね。雪っ子は2週間前に浴びるほど飲んだんで再来で。ただその2年間の中ですごくこう密度の濃い時間を過ごしたというか、まあ、学生だからっていうのもあったと思うんですけど、何回もボランティアで行かれてたんだ。ボランティアで何度も向こうに行って向こうの人たちとまあお話しして、実際に復興支援をしたかっていうとそうでもないかもしれないんですけど、まあ本当に遊びに行ったような感じで。またそれが大事ですよね。みんな楽しんで向こうに行って思う存分楽しんで、思う存分雪っこ飲んで思う存分潰れるっていう、浴びてね。何も潰れた仲間はいましたから、ね、岩手の人強いんですよね、本当に、ね、それ寒い地域の人はですね、うん、そんな金子くんと、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。とこちらのお願いします、ゆささん、こんばんは、ゆさひとみと申します。こんばんは、私は出身は宮城なんですけど大学が岩手で、6年間大学院までいたので6年間盛岡で過ごしました。で、まあ、あの雪っ子ではないんですけど体育会系の部活だったのでお酒は浴びるほどもうこちらも、もうこちらも超強いんですよ。ベアレンビールがすごい好きでした。盛岡のジビール高いからあんまり飲めないんですけどですねですね、そうなんです。ゆささんは、私2012年に盛岡にいたんですけど、その時にまあ、あの西武岩手っていう団体なんですけれども、うん、一緒にこう活動をさせてもらって、ね、はい、ただちょっとチームは違ってね。そうですね、はい、私はあの子どもたち、被災してきた子どもたちに勉強を教えるのをメインにしていて、まあ、あの山田地域に行ってあのお寺を借りてお勉強を教えたりとか、あとは盛岡に避難してきた子たちにあの宿題見たりとか、うん、力にはならないんですけど受験勉強を一緒にやったりとか力にならなくないんじゃないですか教えてるような一緒に解いてるようなみたいな感じです大事、一緒にやるって大事ですよ。そういう活動をしてました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな今日前半はですね、そんな三浦さん、金子くん、ゆささんというお三方と一緒にお届けしたいと思いますのですいません、ふわっとしてますね今日とってもね、はい。でもこの中で岩手ワンコ TV なんですけど岩手出身者は三浦さんだけというね、なんともなんとも、はい、不思議な会場の中でもそうですかね。岩手出身、あ、まあそこそこ、まあ、トビさんと、うん、圧倒的少数ですね圧倒的少数です、はい、表現が合ってるかどうかはちょっとわからないです、はい。ということで、さっき雪っ子だけ日本酒ご紹介したんですけれども、その他のお酒も、お酒とお食事も、はい、ご紹介していきたいと思います。あ、じゃあそこら辺上村さんお願いしてもいいですか。ご紹介を、はい、今日あの買ってきてご用意いただいたのがこのシーウェーブの社長の上村さんですので、はい、お願いいたします。しなくていいですよ。まずあの雪っ子なんですけど、水仙さんですね、あの酒蔵なんですけども、もともと陸前高田の酒蔵なんですけども、あの津波で流されて、で、あの大船渡の方の蔵に移ったんですけども、その初めてこう作ったというか、その酒が実は雪っ子なんですね。で、これで実はこの酒蔵が持ったっていうぐらいで、本当にこれあの売れ筋なんですけども、蔵が新しくなるとどうしてもその麹菌が空中に飛ぶかどうかで、美味しいお酒が作れるかどうか決まるんですけども、初めてそれ作ったのがこれで、なんとかこれでその水仙っていう酒蔵がこれからやっていけるっ
って言って生まれたものがこれという感じで、なのでぜひその水仙が生き残ったこの雪っ子をぜひ味わっていただきたいということで今日はあのお持ちしましたということですね。でその水仙に春が来たということで、春市絞りと、素敵、ぜひ大酒飲みの皆さんが今日はあの飲んでいただきたいと、ね、いうことで開けていただければと。ですから、アルコールは今日は2つ、ね、用意しました。水仙と、ね、2種類用意しましたと。すごい。でもアルコールが飲めない方もいますのではい、はい、本当ですか H、田の畑牛乳を、田の畑村の田の畑牛乳を、よ、美味しいんですよ。これ美味しい、これ本当美味しい。これあの低温殺菌なんですよね、高温ではなくてですね。なのでこう風味がすごい残ってるっていう牛乳で、東京でも最近はあの売り出しているものなんですけども、あの普通あの酪農っていうと山の中ってイメージがあるんですが、海が見える酪農の村ということで、そうなんですよ、すごい素敵な、そうなんですよ、酪農の場所なんで、ぜひこれも飲んで、はい、ぜひ飲んでください、ね、ということでドリンクは牛乳付きで、割り用意しないようにね、牛乳付きということになります。ありがとうございます。でおつまみもいくつか用意をしました。食べながらねちょっと味を聞きながらとなりますが、はい、上がってます、大丈夫です、皆さん行ってますか。ます三浦さんの分ないんじゃないですか。あ、三浦さん、あら、皆さんないですよ。あ、失礼しました、すみませんまずはあのうちのシェフが準備しましたが、あの牡蠣、ね、これは大船渡さんのものです。で今朝実は、取り寄せたものなので、それをちょっと炒めまオリーブ、オイルで炒めましたので、ぜひ食べて、食べて感想でも食レポを、あ、食レポ、食レポ担当誰ですか、はい、食レポ担当、はい、担当、はい、担当誰にしますか、担当、担当大船渡出すって大船渡出すって出すって大船渡といえばさあ、じゃあよし、行きましょう。よろしくお願いします。行きましょう、はい、いただきます。いいですね、さあ、あ、さすがさすが、さすがさすが、おっきいね、おっきいでしょ、おっきい、うん、全然臭みがなくて、うん、オリーブの香りもちょっとついてて、うん、美味しいですおいしいです、いただきました。おいしい、いただきました。プリプリですね、ね、ということで今あの冬場はこの牡蠣のシーズンですから、ぜひあの食べていただければというふうに思いますね。それからですね、あとは鮭行ってます、鮭のレイ君が行ってると思うんですけども、鮭といえばこれあの南部花曲がりという鮭が有名なんですが、この南部花曲がり鮭のこれはレイ君になります。で燻製なんですけども、これあの広葉樹、栗、奈良、ブナ、白樺でこういぶしてるんですね。これあの宮古、宮古市のねものですから、これ一時期すごい話題になって売れなかったんですよね、在庫切れてて。そうでしょう、超人気だった。なかなかないんですよね、これ実はお得用なんですお得用、お得用こんなに入ってこの2倍ぐらいで540円、ね、安いっていう。さあ、そうなんですよ。次の食レポは、食レポは、はい、どなたか行こう。じゃあ姉さん、姉さんこれね、日本酒と合わせてこうね、食べて飲んでもらうといいんじゃないかなと思いますね。雪子でも合いますか、ね、合います、ぜひ。あ、春一ぼりもいいですね。すごいスモークのいい香りがします。してます、うん、してます、もっと言います、ええ、美味しいです。そこでキュッと飲まないといけないですね。あ、ギュッとね、ギュッとね、いや、いいね、うん、美味しいです。いいがさ、美味しいです、いただきました。で、ちょっとね、珍しいものを今日用意したんです、実は。はい、作ってるのは今岩手県と北海道と新潟ぐらいじゃないかなと思うんですけども、知ってます、メフ、美味しい。今すみません、あのお酒が美味しいって言ってるんですけどお酒も美味しい、春一ね、美味しいですよね、はい、美味しい。あの、メフンっていうの用意したんですよ。メフン、メフン、女に奮闘のフンって書いてメフン。そうです、メフン、これ誰が食べますか、メフン、メフン、誰食べます。ちょっと見え、これね、ゆささんじゃないですかね、はい、ね、お酒、あ、飲め、お酒いける口ですもんね。お酒いける口でいただきます。結構ね、これインパクトありますよ。あ、インパクト、まず食べてからにしますかね。すごい、森ちゃんなんか好きかもしれないですよ。あ、うん、
食レポとか黙って食べたいっていう。じゃあまずどんな匂いですか。すごいでしょ。すごいすごい匂いです。何何何どういうこと。すごいなんだろう、発酵してないないえ、あこれちなみにまあ、食べてから言いましょう。ちょっと口に含んで、これ口に含んだ状態でお酒を飲むといいんですよね。この雪っ子に合います。ちなみに、あ、雪っ子に合って、はい、いただきます。はい、ん？沈黙のなんか時間がなんともないっていう。ああ合いますね。合うでしょ、はい、この塩辛さとこの甘さが何とも言えない、これ塩辛なんです。実は鮭の腎臓の塩辛なんですよ。鮭の腎臓ですよ、腎臓で鉄分とビタミン B2 が多くて、昔の本当に宮廷で女性がもう争って食べたと思う、欲しい欲しいっていう感じで食べたものはこれ。内臓でちょっと珍味っぽいような感じで、うん、そう、女性に食べてもらいたいっていうものなんですよね。もうお酒のあてには最高、はい、美味しいです。すごいインパクトがあるやつ。最近ちょっとどうでもいいんですけど、そうだから目粉ってほら女性の興奮の粉じゃないですか。あ、そういうことね。もうだから女性が興奮するっていう、もうこれを競って食べる。奮闘とか言っちゃった感じ違いますね。そういや、いいんですいいんです、全然いいんですよ、大丈夫ですよ。いや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 、でもこれはお酒の人なら男性でもね。あ、本当男性でも興奮する。男性でも興奮すると目粉な感じ。目が開くでしょ、ここなんかカッとくるでしょ、なんかいかがですか。目粉な感じがしますねもうそれ以上言えない。あ、それ以上言えない。あ、それ以上言えない。これはあの鮭と同じあの宮古の会社さんが作ったものなんですけども、ぜひ南部鮭加工研究会、研究会ですね、はい、の、ね、あの生産してますんで、ぜひもしもあれでしたらということになりま す、ね、お買い求めいただける。なかなかないですからね。なかなかないですね。珍味珍味、はい、超珍味ですよ、はい、本当に珍しいですから、まあ、おいかぐらい1000円ウニョウニョって感じだね。ウニョウニョってぐらいです ね、 ね。そして、あ、でもね、1000いくらで、ちなみにね3ヶ月は持つんじゃないかな、チビチビ食べると。確かにね、一気に食べるもんじゃない、はい、保存食ですからもう全然大丈夫、ね、はい、出身者ですから。出身者、宮古出身者ですから。じゃあもう知ってるじゃないですか、うん、それが山の方なんで。あ、そうなんね。あるあるある、山と海ではちょっと違いますよね。宮古ね、広いから ね、 広いからね。そしてこうインパクトがある目粉を食べた後に、はい、この緑のものをね、緑のこれを緑ってやっぱり森ちゃんから説明してもらうのが多分一番いいですね。いいですね。そうですよね。お願いします。緑のものですか。そう、これね、はい、まずはこれわかめですね。わかめ、あのー、前回の時もこれをもりもり食べたんですけど、あの岩手県広野町の広野屋さんの天然わかめですね。これ今日何ですか。これごまオリーブオイル、オリーブオイルで味付けしてるんですね。で、この下坪さんがこうして食べなさいって言った、社長は。あ、社長直々の食べ方ですね。広野屋の、はい、広野屋の社長直伝です。オリーブオイルに塩コショウ、はい、これで十分。はい、これで立派なつまみというか、うん、一品になるんですよね。歯応えがゴリゴリしてますけども、うん、はい、美味しい。ゴリゴリ、野生的な味がね、いいんですよね。そうですね。でもう一つが、剣山わかめですね。わかめの茎を剣山でし、なんかこうギュッとしごく感じで細く細くこれ1日やると手が腱鞘炎になるぐらい結構な重労働なんですけども、私はまだダメだって言われて、はい、広野屋 の、 レジェンドママがレジェンドがいるんですけど、広野屋にレジェンドがいるんですけども、そのレジェンドがもうちょっと修行に行きたいですね、はい、レジェンドの元に。まだまだ甘いとか言われるかもしれないまだまだ、はい、剣山わかめ、これも同じくオリーブオイルで味付けしてますね。はい、ね、おしゃれ、岩手っぽくない。食べない一番ね、もう自然の味、おいしいですよね。一番おいしい、はい、なんかコリコリ。下坪さんの広大さん宣伝しなくてもいいんですか。広…いいんじゃないですか
も今日いるんですけど、東京に来てるんですけど、あの別のところに今、はい、そうなんですね、別のところにいるので、ちょっとここには来れなかったんですけど、イケメン社長、イケメン、イケメンらしいですね。あれ、あれ、間が、今間が写真持ってくればよかったですね。あ、確かにホームページにこう、海の前でこうやってるのがよく見るやつですね。よく見るやつです。階段時ですね、はい。なんで笑うんですか。じゃあそこも深掘りしたいところですけど。あ、思い出した。森さんはね、2ヶ月でしたっけ、広野にいたの。あ、5ヶ月か。5ヶ月すごい、おりましたんで、いろんな人にお会いしましたね、はい。まあ私はいいんです、はい。森さんは後で自己紹介をね、そうですね。あともう一個、すみません、しそ巻きがありますので、お手元に行ってます。これ花巻のしそ巻きなんですよ。誰か食レポします？はい、どなたか食レポ、はい。じゃあ、はい、じゃあ内陸ということで私が行きます。しそ巻き、うん、甘い、おいしい。甘い時にはあの、うん、春一ですよ、春一、うん、キュッと飲んでもらえばね。しそ巻きと日本酒っていう、でも何気にそれは牛乳にも合うんですよ。うーん、味噌と牛乳って合うんね。確かに、そう、そうなんですよ、そうそう。しそ巻きすごい、このしそがカラッと揚がってて、ね、中のお味噌とくるみと、そうですね、白味噌ですかね。そうです、そうです。おいしい、おいしい、本当においしい。で、この唐辛子が後から来る、はい、ね、来るでしょ。うん、そうなんですよ。辛い、ピリ辛、ね、お酒に合う、いいですね、おいしい。で、今日はちょっとあのお出ししてないんですが、そこにあの缶がありまして、あのサバ缶、うんうんうん、有名な釜石のサバ缶、今売り出し中って絶賛で、絶賛、今持ってもらったの2種類あるんですよ。黄色と緑があるんですけども、今まで出したものは黄色のオリーブオイル漬けで、緑の方が新しいやつ、レモンバジル漬けでしたっけ。レモンバジル味、レモンバジル漬けです ね、これは新しい新商品になりますね、2種類になりましたから、ぜひ。ね、サバ缶いろいろありますが、はい、ぜひこれあの国産のサバ使ってますの で、ね、あの食べていただければというふうに思いますね、うんうん、はい、ということで、お酒のつまみこんなもんなんですが、はい、ありがとうございます。エリッチさんのために、飲めないエリッチさんのためにですね、牛乳とそしてあの2種類の、どうぞこれを、パン牛乳パン、森さんがあの可愛いエリッチさんのためにですね、今日は用意しましたよ。パンは、白石食品工業の盛岡にありますね、豆パンロールですよ。おー、来た。おいしい。あの、手は腰に当ててもらってね、棚畑牛乳、はい、おかわりみたいな、おかわりよりね。これほんと美味しいんですよね。美味しいんですよ。牛乳すごい、飲んでください。全然飲めなくて、豆パンロールを口に含みながらギュッとこういうのも美味しいちなみに豆、ま、そう、豆、マーガリンです。豆を練り込むのは手作業ですか、ちなみに。おばちゃんが手作業でやってますか、ちゃんと。盛岡のね、あの皆さんの給食は白石パン。白石パン、そうなんです。定番の。白石じゃないんですよ、ここから白石パン。白石パン。白石パン。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、すいません。あ、豆取れなかった。肝心の豆をみたいな。はい。あ、でも美味しい。美味しいね、美味しい。おいしい、おいしい、ね、甘いもの幸せ豆がすごいおいしいですね。おいしい、おいしい、豆おいしい。豆がいっぱい、豆がいっぱい、すごい豆、大きいし、うん、初めて食べました。おいしいでしょ。豆とマーガリン合うんですよ。確かに豆とマーガリンってないですね。ぜひぜひ、あ、どうも、こんばんは。あ、新しいからどうぞどうぞ。わあ、牛乳美味しい。何これ、牛乳美味しい。そう、タラハタ牛乳すごい美味しいんですよ。びっくりしました今、うん、美味しい、ね、もう一回飲んでいいですか。もう一回。あ、腰に手当てて最後に一言言ってもらうぐらいでね、うん、な、見てください、美味しい。タラハタ牛乳美味しい。全然、そう、そう、私も本当全然普段牛乳嫌いで飲めないんですよ。牛乳だけで飲まない
そう。あ、そうですか。牛乳だけで飲んでいいね。ですよね。でもね、これお腹壊さないんですよ。お腹に優しいの。あ、そうなの。すごい。さすがエリセよく知ってるよね。これはね、出会った時びっくりしたんですよ。あ、そう。すごい。感動してるっていう。感動してる。ね。また出会えたみたいな。で、東北といえばですね、はい、このガン好きなんですよ。知ってます？ガン好き食べます？あんまり食べない。で、ね、パン屋さんによって形違うんですが、ぜひこれも食べていただいて、はい、泉州堂さんのですね、泉州堂さん蜂蜜、それからごまも入ってるんですけども、はい、ぜひ、まあ、菓子パンですよね。はい、小麦粉もちなみにこれはあの岩手産ですから。そうなんです。ぜひさ、食レポをぜひ。牛乳だ。牛乳ね。三杯目、三杯目、三杯目。牛乳ね。牛乳三杯目。飲んじゃっててね。ごめんなさいね。あ、すいません。意外とあの最初の雪子が効いているという。そう。雪子は飲んじゃった。そうですよね。そう、私もね、だから顔は熱いなと思って。あれみたいな。やっぱり。あ、ごめんなさい。リップさんごめんなさい。健康健康。健康健康。はい、ガン付きいただきまーす。はい、ガン付き。うん、ガン付きだ。ガン付きってでも東京もあるのかね。ないです、ないですから。ないよね、多分ね。東北のお菓子だと思う。東北だよね、多分ね。青森ないですか。青森ある、あるんですよ。青森でかいやつ。でも金子くん、感想を、ガン付きのちょっと正しい感想をお願いします。田の畑牛乳待ってから。さすが、さすがです。いただきます。はい、どうぞ。うん、甘さ控えめなんですけど、牛乳と一緒に飲むとこうまろやかな甘さになって、あ、美味しいです。確かに。さすが。正解、正解。正解いただきました。残さず全部最後ね、今日は食べてください、ぜひ。はい、残さずね。もうこれはあの今日上村さんが、ご用意いただいたんですけれども、まあ、普段でしたら、岩手銀河プラザでも出会える品々でございますので、東銀座駅歌舞伎座目の前の出口は6番出口です。あ、そうですね、東銀座の6番出口からすぐ、うん、こう行けばいい。こうってどうだ。ね、すぐ、はい、行けますので、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。じゃ あ, あのご飯もちょっといろいろ紹介し終わったところでですね、一応いろいろ用意してたんですけれども、まず一つちょっとご紹介したい動画がありますので、そちらに行きたいかなと思います。こちらあの岩手日報さんがこの5年目ということ、5年の節目ということでお作りになった動画なんですけれども、まあ、あの震災時は大学生だった若い社員さんが、沿岸出身の若い社員さんがちょっと振り返るということで作られたものです。じゃあお願いします。私たちはもう何度も全てをなくして、真冬の
多分ですね、見ていただいている方と会場の雰囲気相当乖離ギャップあるんじゃないかなっていうようなくらい、ここはかなり、はい、そうですね、宴会的な真面目な会議をしておりますけれども、今ご覧いただいたのは岩手日報さんがお作りになった、まあ、5年目を迎えてという動画なんですけれども、楽曲は、星空と手のひらとというものでして、この5年目ということでお作りになったそうです。なんかもう今回ね、ワンコ TV がまあたまたまちょっと3月11日の金曜日、ちょうど放送会だったということで、何をお話ししようみたいなことを思ってて、例えばね、いろんなメディアでも、例えばヤフーさんだったらね、検索したら10円寄付になるよとか、そうですね、Google さんとかもね、5年目の流れをこうトップでお出しになってたりとか、まあ、いろんな関わりがある中でも、やっぱり岩手だから岩手のメディアの情報をお伝えしたいなと思って見ていたら出会いました。でも本当に地元の方が作っている動画なので、写真もね、地元の人たちの撮ったもので、まあ5年目というのが節目なんだけれども、現場の現地の人たちにとっては別に節目でも何でもない日常の一つでしかなくってっていう、なんかそのすごくこう、なんていうんですかね、もやっとしたじゃないですけれども、うん、難しいなということをすごく私はこの動画を見て感じました。すいません、ちょっとなんかしんみり系にしちゃったんですけど今日は皆さん何してました？3月11日はい、今日私は、まあ、一応その
2時46分にあの事務所で黙祷を捧げて、であとは、まあ、普通に仕事してて、あと有楽町に事務所があるんですけど、うん、あの有楽町であの号外が配られたりとかして、うんうんうん、あこれですね、はいはい、岩手日報さんが毎年配られてるんです、はい、この号外、うんはい、これはねあのぜひ見かけたら、うん、手に取って見ていきたいなと思うんですけど、本当に地元の人の生の声が、はい、そのまんま載ってるんですね、うん、私このトップに出てる、うん、島田さんとか串形さんという方なんですけど、うん、仲良くさせてもらってるんですけど、うん、もう本当に地元に密着して、うん、地域の人たちと話を、ね、うん、こうああでもないこうでもない、はい、これはいいのか悪いのかみたいな、うん、そうですね、なんか首都圏にいる方にもなんかこうちょっと考えてもらったりとか思い出してもらえるようなきっかけになればいいかななんて思いながら普通に仕事してましたけど、ね、はい、そうですよね、本当にね、はい、東京でもねちょっとこう意識してもらえると、うん、キャッチできる情報ってね、はい、意外とあったりしますから ね、はい、三浦さんはいつも有楽町にいますので、あぜひ遊びにいらしてくださいお願いします、はい、金子くんは何してました？僕は恐ろしいぐらい何もできなかったなっていうのがあって、サラリーマン、うん、そうなんですよね、うん、だから、まあ、本当に何かできないかなとも考えたわけじゃないですけど、なんかこう今回このワンコ TV がちょうど放映があるっていうのも、まあ、巡り合わせっていうか、うん、運命なのかなと思って、うん、もう本当に 2,3 日前ですよね、そうですね、遊びに行かせてくださいっつってあそう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 、だ本当多分ここに出てなかったら多分僕まだ仕事してるんで、あ本当にいいですね、黙祷も捧げる暇もないぐらい、うん、でも本当ね、だからそれだけ学生って強いなって思ったんで、僕は本当に学生がもしこれを見てるんであれば、ぜひその時間に余裕があるっていうことに意義を感じて何かやってほしいなっていうのは思いますね。そうですよね、どうしてもね捧げ黙祷捧げたいとか何かしたいと思ってもね仕事しなくちゃいけないし、時間はね限られてますからね、はい、難しい。今日はありがとうございます。とんでもないです、こちらこそ。すごく運命って言ってくれて嬉しいね、ありがとうございます。引き寄せられるように、やったー、そんな魅力が詰まってます岩手ね、これが怖いのよねじわじわとこうね引き込まれていくんですよそう、そうなの。ゆささんは何してました？私は今日は、忘れていたわけではないんですけれども、気がついたら仕事をして時間が過ぎていたという感じでしたね。毎年あの震災から1年目2年目3年目と、まあ、何かイベントに参加したりだとか、まあ、会社にいながら黙祷したりとかそういうことはあったんですけれども、まあ、今日はあの別に気にしていなかったわけではないんですけれども、自然に過ぎていってしまったという感じではあるんですけれども、岩手に最初のまだ学生だったので、2011年に時間、地震があってから、まあ、あのその後1年間岩手にいて、その時はこう首都圏の人がだんだんボランティアが少なくなっているのが目に見えて分かって、あ忘れられてるんだなっていうのは感じてたんですけれども、実際に自分が東京で働くようになって、あこうやってあの過ぎていくんだなっていうのは今日痛感したようなところですね。確かにね、なんか、うん、言っちゃあれなんですけど、こう、うん、どうしようもどうにもできないことがすごく、そうですね、だから朝、ね、最近ここやっぱり直近のニュース番組とかだと、あれから5年って、うん、結構コーナーがいろんなニュース番組であるのは見て、うん、なんか良くも悪くもイベント化してるなっていうのは思ってたんですけど、でもやっぱりそうでもしないとこっちの、うん、関東にいる人は、うん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 、あのなかなかそうです、ね、あの忘れてるわけじゃないけど気づきにくいのかなっていうのは最近思いました、うん、やっぱりねこう物理的な距離ってやっぱり心の距離、うん、どうしてもこう、そうですね、移ってしまうものもあと見えてないので、うん、日常的に自分の目の前にあれば
それこそさっき話があったけど5年目だろうが区切りでも何でもなくて、うん、いつもの一日と変わらないとは思うんですけど、関東の人からしてみたら、うん、そういう風に感じるのかなっていう、特別な日に見えるのは、ね、まあそれはそれでそういうことなんじゃないかなという風に思います、うん、思いますね。でも今日うちあの朝日新聞を撮ってるんですけど、トップ一面ではなかったかな、鳥羽陸前高田の鳥羽市長の息子さんの話が載ってて、で私それ電車の中で読んだんですけど、読みながら号泣してしまって、電車の中なのに電車の中なのに。でもなんかもちろん周りの人たちはね、何読んでるかも知らないだろうし、何お前みたいな感じだったと思うんですけど、まあなんかこうね、そういう東京の新聞のトップでこう映ることでも少しでもなんかまた ね、 そうですね、思い返す機会になるのであれば、うん、それはそれでいいことなのかなと思います ね、 ね、うん、でまあ、平日だったので今日は皆さん2時46分が過ぎて、知らないうちに過ぎてしまった方も多いと思うんですけれども、うん、宣伝に行きます。そんな方はぜひぜひ明日増上寺へいらっしゃいませ。増上寺です。井上さん、この画像出ますでしょうか。すいません。ですね、私たち西武岩手が主催をさせていただきまして、岩手復興記念祭というイベントを明日増上寺で、港区の増上寺で開催させていただきます。こちらはもう、うん、その名の通りで、東京から、まあ、被災地を思いましょう、記念しましょうという企画にさせていただいております。現地からですね、こちらテーマが郷土芸能を通して共に祈るというもので、まあ、被災地ですとか岩手県って1100以上の芸能団体があるんですよ。お祭りと芸能団体と、そう、本当にすっごいすごい多様で盛ん、どこもかしこも祭りが盛んでして、で今回ですね、鬼剣梅と獅子踊りさんに舞っていただくんですけども、なんとこれは首都圏で練習されてる皆さんなんですよ。そうで、しかも岩手県始めた人は岩手県出身でも何でもないの。岩手のこの芸能にハマっちゃって、かっこいいっつってやり始めてくださった皆さんたちで、見に行きます、待ってます。なかあのね、岩手県が初めて県外でこうやって継承する団体にいいですよ、継承していいですよって認めた公式の、はい、素晴らしい本当に方々でして、もう東京の遠くにいたり神奈川にいたり首都圏にいても、こうやっていろんな形で岩手と関わったり思ったりすることができますよということで、見に来ていただければなと思います。でまた釜石、岩手県沿岸の釜石市宇野住まいからお二方にちょっと来ていただきまして、そういう郷土芸能のですね、への熱い思いを語っていただきますので、ぜひこちらも交流会もあるので飲んで食べて交流していただきたいと思います。そしてちなみに釜石市長も来ます。市長来ます。はい、釜石市の野田市長が来て、冒頭の部分でですねちょっとお話をしてくださいますので、こちらもぜひお楽しみにしていただきたいと思います。ということで、本日2時46分が知らないうちに過ぎてしまったという方は、明日港区の増上寺に来ていただいて、あ、実際に祈願するプログラムもありますので、一緒にお祈りしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、すいません、そんな感じで無理やり宣伝に持っていってしまったんですけれども、もう時間も時間なので、今日のスペシャルゲスト、だいぶ遅くなってしまったんですが、はい、じゃあ皆様、あ、映るんだっけね、映るか、じゃあ大丈夫かな、はい、じゃあ、今日はですね、東北ラバーズフェスというイベントを
3月の3連休に開催される。そうですね、3連休だ。はい、実行委員長の三倉部さんと森さんに来ていただいてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。あっち向きで、あっち向きで、郊外、郊外ですね。郊外、郊外、郊外。まずまず自己紹介から、はい、はい、お願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。東北ラバーズフェスで実行委員長しておりますみくるべまいと申します。よろしくお願いします。通りすがりの森と言います。嬉しいだろう。違うでしょ。あの東北ラバーズフェスの、ちょっとお手伝いをしています。素敵。いやいや、もうかなりやってくれてますよ。かなりやってくれてますよ。5ヶ月もいたんですもんね、はい、それは物語ってますね、全てを。そうなんです。はい、そんな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 が今ハーモニーでしたけどね。そんな私たち台本通りですかこれ。台本通りです。びっくりしましたね。打ち合わせ通りで、はい、お知らせがね、あるんですよね。簡単にあの東北ラバーズフェスのご紹介をしていただいてもいいですか。わかりました。東北ラバーズフェスっていうあの、まあ、お祭りというかイベントというのを、今年初めて開催をします。で、3月19日、20日の土日で、時間はですね、そう、来週です。来週、もう来週なんです。明日は増上寺に行く、はい、いいですか。1週間後渋谷に行くということ で、 渋谷の、でこれがですね、時間が長いんですよ。はい、朝10時から、普通イベントってだいたい17時とか18時ですよね、はい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 、なんと夜の10時までやっております。長い中学生、長い長いですね。長いでしょ。長い。ほら、みんな突っ込む突っ込むですか。そう、18時午後6時まではイベントブースとかを出展してるんですけど、6時以降はあのレストランだけ、飲食のところだけやろうと思ってます。そうですね、会場がカフェなんですよね。そうなんです、あの、デイライトキッチンっていうあのすごく素敵なカフェでやりますので。あれ、何口でしたっけ。渋谷の、渋谷の、渋谷のこの何口を説明しちゃうとね、あの、もやいがいるところですよね。そうですね、皆さん、もやいの方です。もやいの方が最短です。246側ですね。あ、そうですそうです。渋谷と本当出るとこ間違えると本当わからなくなっちゃうので、もやいを目指していただきたいと思います。宮益坂に出ちゃダメだよってことですね。そうですそうです。が今概要のところですよね。概要のところで何をするんだと。そうですよね、大丈夫ですよね。何があるかなみたいな。メリッジ真っ赤だからね、もう。そう、気をつけないと。で、東北ラバーズフェスっていうのは、まずそもそも東北ラバーズって誰かっていうと、あの出身地やその東北には住んでないんだけれども、こう都内近郊で、まさにエリット出身じゃないんですよね。そうなんです、私東京の。もうこういう人ですよ、まさにこういう東北ラバーズ。なんでこんなにこの人岩手好きなんだ、なんで MC やってるんだって思うじゃないですか。確かにそうですよね。そうなんですよ、うん、でもこういう方ってやっぱり他にもいらっしゃったり、個人だったり団体だったりでいろいろいらっしゃると思ってるんですね。そういうその、まあ、首都圏というかで、関西からも来てくれるあの団体があるんですけれども、その東北じゃない地域から東北を、まあ、応援したりとか関わり続けている団体が20団体以上集まって、次の東北ラバーズを生みたいっていう、そういうイベントなんですよ。素敵。次の東北ラバーズ。そうなんですよ、もう現東北、いい、ね、もういいんですよ、こういう人は。ごめんごめん。いや、じゃあもうほっといてもどんどんいろんな地域と人とつながれるじゃないですか、ね、なんですけど、やっぱり5年ってい う、 こうやっぱり長い時間が経った時に、なかなか関わるきっかけがなかったぞっていう人が、どんどんきっかけをやっぱ失ってたり、そのボランティアのやっぱ機会も減ってるニーズはあるんですけどね、っていうのもあるので、あのとにかくまずは東北の美味しい食べ物を食べてもらったりとか、はい、もうそれですよね。そう、まずはそこなんですよね。食べて飲んでです、うん、食べて飲んでっていう、その飲食をやっぱり中心にはしてるんですけど、まさにこんな感じですね。まさにこんな感じ、まさに。だから朝10時から朝10時まで、朝の10時からもうエンドですね。これね、12時間飲み続けられるっていう。わお、飲んでください。入場無料、入退場自由、はい、入場無料ね。そうですよ、だから渋谷に行って朝ちょっと飲んで、うん、朝ちょっと飲んで、うん、外飲んで渋谷に他にやってるイベントちょっとね、なんか光とか行ってみちゃったりして、そうそうそう、青山パン祭りもやってますんで、青山パンマスマーケットで、そういうところでパンとか買ってみたりとかして、パン持って帰ってきて、もう持ち込みも大丈夫ですかね。どうぞどうぞ。いいですよ、何やったって。さすがに、かっこいい。でバゲット差し出してくれ、その上に牡蠣を乗せますから。ブルスケッタですよ。ブルスケッタでしたっけ。あ、そうですね、はい、それぞれの楽しみ方で。そうなんですよ、本当にあのそれぐらいあの気軽に参加していただきたいなと思っていて、素敵、うん、やっぱきっかけがないとなかなか
ね、関われなくなってしまってるっていうのすごくいろんな声を聞いて、それはこれから関わる人もそうだし、再び関わる人っていうのもメインターゲットにしていて、例えば2011年とか最初の復旧段階の時に割とボランティアに行ってたよっていう方ってすごくいると思うんですよ。何十万人もいますからね。何十万人もいるんですよ。なんですけど4年間ぐらいずっと空いてしまって、すごい気になってはいると、一回入ってるからなんだけれども、日常がやっぱ忙しすぎていけないっていうことがこうすごく心に引っかかってるみたいな方がたくさんいるっていうことを知ったので、もう一回自分なりの今の自分で関われる東北との関わり方を見つけてほしいなと思ってやりますと。お酒は何があるんですか？お酒はですね、これね、東北六県の地酒、日本酒集めます。で、実行委員というか事務局からこういうの出したいなっていう、そういう自分たちならではのメニューにしたいと思ってまして、そのお酒もそうなんですけど、結構マイナーなのが出たりする場合もあるかもしれない。これそう、東北ラバーズ、現役東北ラバーズでも何っていうあんま知らないみたいな出るかもしれないんですよね。すごい楽しそう、さっきのメフンみたいな。ね、何これ、分知らなかった。それ大事ですよね。やっぱりこのここに住んでると、例えば宮城のホヤだったりとか、知らないですよね。食べたことない人いっぱいいると思うんですよね。美味しいのにね。本当に美味しい牡蠣とかホタテも多分食べたことがないんですよ。今日いただいた牡蠣みたいなのってなかなかないと思うんですよね。だからそういうものを食べていただくだけでも、あ、東北ってすごいなって思ってもらえると思うんで。場所も一回どちらでしたっけ？場所は渋谷のデイライトキッチンです。迷わなければ5分以内に着きます。迷わなければ5分以内。渋谷ってなかなかね、うん、こう難しいところじゃないですか。あのセルリアンの裏あたり。そうです、セルリアンの裏です。割とあの渋谷の中でもちょっとこう閑静なというか落ち着いた場所。なんか学校とかが多いですね。そうですね、ビジョナリーアーツっていう、うん、専門学校の1階に入ってるところで、ちょっと登っていくようなところですよね。246を超えて、246を押すね。そう、あってるあってる、246裏ですね。そうです、やっぱり場所をこう渋谷にしたのも、うん、とにかく気軽に来てほしいなっていうのがあって、そうですね、イベントに参加するときに、例えば有料だったら、あ、有料かって思ったりするじゃないですか。しますね、とか遠かったら遠いなって思うじゃないですか。うん、かそういうの一個一個潰していた時に、入場無料、入退場自由、なるべく長い時間やっていて行きやすい場所でやっているっていう、超お客様目線ありまじゃないですか。もともとサービス業なんで。いや本当にそれを思ってて、でそうやって一個一個のハードルを超えないと東北とやっぱ出会えないので、まあ、出会ってほしいんですよね。やってほしいですね。なんとしてでもデイライトキッチンに来てほしいって思った時に、まあそういう風になって、はい、で中にはその現役のトークラバーズがもうまるで我がことのように、もうエリッチみたいな感じですよね。岩手出身じゃないの、岩手のことを涙ながらに語るみたいな、朝から号泣するみたいな、そういう人たちがまあいるわけですよね。で別にその現役のトークラバーズの集まりじゃなくって、あの次のラバーズ仲間を増やすためのものなので、本当にあのホームページも素敵ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日画像で、はい、用意をいただいておりまして、 ありがたい、よいしょ。本当に日常の中に東北を感じようという、その、まあもう、予習が完璧じゃないですか。ですよね。こちらです、ありがとうございます。すごいカラーいいですね。はい、東北ラバーズってどんな人なのっていうの のイメージを絵本作家を目指す知人にですね書いてもらったんですが、これですね、この真ん中にいるサラリーマンが全員こう同じ人なんですね。あ、で具体的にあのモデルがいるんですけど、で彼のこの1週間なんですよね。そう、水曜日はもう仕事をキラキラとしているわけです。これ同僚に社内プレゼンしてるんですね。なるほど。東北のことを、そう、まあ、これ東北のことじゃない、これはね、仕事のことをね、仕事なんですよ、これ仕事のことなんです。あくまで仕事のことしてるんですね、はい、で金曜日はこうやって、自分がこれから、あれ、これ隣の人、あれあれあれ、 あれいた、何の振りですかこれ。いた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 、実行委員長いた。ここ、ね、はあの赤坂にある三陸の食材をメインで使っているトレジオンという、うん、はい、バルをモデルにしてるんですけど、なので吉田店長という方もかすり飯店を着てですね登場してたりするんですけど、素敵。
で金曜日はちょっとネクタイも緩めちゃったりとかしながら同僚に、明日からこれ気仙沼なんですけどね、気仙沼行くんだよってこう話していたりとか、自分 の, あの関わってる生産者のことをこう激と話していると。で週末は東北に行っている。で彼は住む場所も仕事も変えてないんだけれども、東北と日常的に関わっていると。でこういう、まあ、社会人もちろん学生も含めて増やしたいっていうのが元々のプロジェクトの始まり で, でまずはやっぱり直接出会える場を作ろうということでフェスをやるということになりました。はい、できて半年ぐらいのプロジェクトです。よろしくお願いします。すごい、あんな拍手とかありがとうございます。すいません持たせて。いえいえ、はい、ぜひ来週お待ちしてますんで、はい、で私たちも、はい、まだ時間大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。あの私と森さんは同じね、あの岩手県広野町、はい、さっきわかめご紹介した広野屋さんですね、はい、ちょうど1年前ぐらいにあの東北オープンアカデミーっていうプロジェクトの中で同じフィールドワークに参加をしまして、でそこからですね、うん、北三陸ファクトリー東京支部っていう、その東京からあの北三陸、うんうん、まあ、広野町を中心とした北三陸の魅力を発信していこうという活動を約1年やってきて、で、まあ、それこそ渋谷であのちょっとクローズのイベントではあったんですけど、うん、50人ぐらい集めた北三陸バーをやったりとか、うん、うん、そうやってその東京のでずっとこうやれることっていうのをやってきた1年だったね、うん、少しずつ。で途中彼女は5ヶ月いなくなったって、本当に北三陸に行っちゃったりとかしてさすがすごいです。すごいちょっとね、うん、ちょっと気が向いちゃって、気が向いちゃってプラッと行っちゃった。そういう引力が岩手にはあるんですよ。あるあるあるよね。でもそのメンバーが10人いるんですけど、もう普通にみんな仕事はバラバラ で, でサラリーマンだったり学生だったりしてるんですけどね、北三陸っていうキーワードでつながって、うん、今でもね、うん、つながって他の人ともつながってますし、北三陸ってところがね、うん、なんかこう岩手の中でもまたみたいな。そうですよ、秘境ですからね。まだ未開発の地域ということで、そうですよ、これから売り出したいところですよね、はいはい、っていうその北三陸ファクトリー東京支部っていうのも一つの団体として出たりとか、うん、なのでこういった私たちのようなこっちに住んでるんだけれども何かのきっかけで一回東北と関わってでこっちで活動してるっていう団体が20団体ぐらい集まって、まあいろんな、まあ、有名な食べる通信ですとかの仲間もあのいますし、はい、すごいですね。何かきっかけは多分ね絶対持って帰ってもらえると思いますし、そのために準備を頑張ります、はいはい、めっちゃ美味しそう楽しそうって感じです、ね、いや美味しい楽しい、子連れでも来てほしい、カップルでも来てほしいし、一人でも楽しんでいただけると思いますし、どんな方でも来ていただきたい。楽しいですね、はい、絶対、うんうん、それぞれの日常をちょっとイメージしながら、そうですね、うん、自分だったらこう関われるっていうのを持って帰ってほしいですね、うんうんうん、ありがとうございま す, います。東北ラバーズフェス、東北ラバーズフェス3月19日渋谷です。よろしくお願いします。デイライトキッチンです。デイライトキッチンです、はい、もやいです。もやいもやいもや行く行く、ぜひぜひ言ったな。よし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 金額がいくつか分かれていて、なるほどなるほど、3000、5000、1万みたいな感じ で、それぞれ おつまみをつけたりとかしてるので、お得な前売り券から見てください。ぜひ、はい、聞こえてます。あ、おー、もしもーす、この声は、もしもし、リップさん聞こえてますか。聞こえてませんか。聞こえてます、聞こえてます。あ、聞こえてますか。こんばんは皆さん、お疲れ様です。こんばんは、すみません、スタジオに行けなくて。寂しかったですけど、申し訳ないです。ちょっとごめんなさい、私ちょっと酔っ払ってしまいました。最高ですね、これで行きましょう。はい、はい、皆さん今日楽しかったです、本当にありがとうございました。いいですね、いいですね。あれ、なんかでも今いるところ行っちゃいけないんでしたっけ。そうなんですよ、実はですね、ちょっと遠くに出張に来てまして、お仕事をしてたんですけども、私も早く飲みたいです。羨ましいです。あ、一応ですね、音は聞けなかったんですけど、映像だけユーストリームで見てましたので、皆さんの、ちゃんとお酒を酌み交わす姿もずっと見てましたので。ありがとうございます。はい、これからね、そうですね、頑張って一緒に東北頑張っていきたいという、はい、そうですね、私も出張中だったんですけども、
あの職場の中で1分間黙祷を捧げまして、はい、皆さんで粛々と、まあ、その後すぐに気持ち切り替えて仕事だったんですけど割り切ってましたけど、でもだいぶね現地の人は心も前向きにっていうかもう元気にもう変な意味で引きずってないところもあると思うんですよ。まあね、過去のことも大事にしながら前向きにっていう感じだと思うので引き続き番組でもいい情報を流していければなと思ってます。そうですね、お願いします。ありがとうございます。久しぶりです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、失礼いたします。